強運の法則。西田文夫。第二章。強運が脳で作られる仕組み。強運は脳で作られる。さて、これからあなたを大成功に導く、強運をつかむ脳を作っていこう。運を強くする脳を作る、などというと、 とんでもなく難しいことのように感じられるかもしれないが、実は脳の機能を理解すれば、運のある脳を作ることはそう難しいことではない。ただ、どのように脳にアプローチすればよいかがわからないばかりに、世の中の多くの人は、前章で紹介したような大成功者の資質の重要性を知りつつも、それを身につけることができずに、 八苦しているというわけだ。そこでまずは、強運が脳で作られる仕組みをご理解いただくところからスタートしようと思う。ところで、皆さんは自宅の電話番号を覚えているだろうかどの講演会に招かれても、私がまず一番に申し上げているのが、前章の冒頭でも少し触れた。 自宅の電話番号を記憶する脳があれば天才になれるという持論である。そんな簡単なことは誰でもできると表紙抜けされるかもしれないが、ちょっと考えてみてほしい。電話番号というのは大抵10桁あるいは11桁の数字だ。10桁の数字を記憶するなんてすごいことではないか。 というのも、学生時代の歴史の試験勉強を思い出してみれば、多くの人が年号の四桁、あるいは三桁、時に二桁の数字がなかなか覚えられなくて、泣くようぐいす平安京とか、いい国作ろう鎌倉幕府など語呂合わせをしながら散々苦労した経験を持っているはずだ。しかも必死に覚えた年号も、 テストが終わってしまうと、後形もなく、記憶から消し去られていることが多い。ところが自宅の電話番号となると、10桁もあるのに誰でも簡単に覚えてしまうし、いつまでも覚えていられる。だから、電話番号を覚えられる人というのは、ものすごく能力の高い人ということなのだ。しかし、こんなに難しいことであるはずの電話番号は、 大抵の人が覚えている。社会的にものすごく成功している人も、ただの凡人も、私は未だかつて自宅の電話番号を覚えられない人に会ったことがない。これは一体なぜかというと、年号を暗記するのと違って、自宅の電話番号を覚えるのを嫌だと思う人がいないからなのである。つまり、みんな、 なぜこんなものを覚えなければならないんだとか、面倒くさいなという否定的な感情やマイナス思考が働かない。それどころか、記憶できて当たり前と思っているから、単なる数字の羅列でも簡単に頭に入るのだ。さらに、事あるごとに聞かれるものだから反復されて絶対に忘れられなくなるのである。したがって、もし、 電話番号を覚えるのは難しい、あるいは覚える必要がないと思っている人がいれば、その人は絶対に自宅の電話番号を暗記していないはずだ。これは先にも述べたが、人間の脳は10万台のコンピューターも及ばないほど優れた機能を持つと言われている。そして、その機能、すなわち脳の出来は、優秀な人もそうでない人も、 大差はないのだ。しかも、10万台のコンピューターといえば、仮にパソコンが1台20万円くらいと計算すると、金額にして200億円以上のスーパーコンピューターである。だから、よく、うちの子供は勉強ができなくて頭が悪い、というお父さんやお母さんがいらっしゃるが、どんなにテストで悪い点を取るお子さんでも、その脳は、 200億円以上のスーパーコンピューターに相当する非常に優秀な脳であるということなのだ。昔は天才の脳にはたくさんシワがある。脳細胞の数が多いと頭がいい。などと言われていたが、科学技術の進歩によって、ブラックボックスであった脳の仕組みが明らかになりつつあり、現在ではそれらの説は完全に否定されている。ちなみに、 動物の中で脳のシワが最も多いのは人間ではなくイルカだ。確かにイルカは非常に頭のいい動物だが人間より優秀な頭脳を持っているわけではない。また、大脳だけで140から150億個と言われている神経細胞も人によって多い少ないの差があるわけではない。つまりこれらの事実から見てもわかるように 大成功する人間とそうでない人間の差は物質的な脳の構造や精度ではなくもっと言えば人間は誰でも天才になり得る脳を持っているということだとすれば問題は中身だ高い能力を発揮する人と発揮できない人は頭の中にある思いが違うだけなのだ実は人間の脳は本気でできる と思ったことに対しては、それを実現すべく全力で動き出すようにできているのだ。そして、脳が全力で動き出せば、目標を達成するためのアイデアがどんどん湧き出て、やる気がみなぎり、おまけに何をやってもうまくいってしまうようなすごい月がどんどん舞い込んでくる。したがって、誰でも簡単に成功してしまうのである。と いいことづくめで嘘のように聞こえるかもしれないが、思いを変えるだけで、普段は眠っている潜在能力を発揮させるべく、あなたの脳内ではすごいことが起こるのだ。最強の成功のメンタルビゴラス状態。結論を先に言おう。前章で述べたような大成功する経営者の脳とは、思考、イメージ、 感情がすべてプラスになった状態である。そしてこの脳の状態をメンタルビゴラスという。メンタルビゴラスのビゴラスとは力強い、元気、活気、迫力のある、勢いのいい、精力的なという意味だ。成功の階段をどんどん登っていき、 ついには大きな夢を叶えてしまう人間は皆、常にこの脳の状態にある。この最強の成功脳になった人間は、恐ろしいくらいに前向きになり、どんなピンチもチャンスと捉え、精力的に目標に向かって突き進む。また、成功に必要な能力である想像力やイマジネーション力、その他、判断力や決断力や意志力、さらには、 意欲などが面白いように発揮される。なぜなら、メンタルビゴラス状態の脳の中では、やる気を引き出し、能力を発揮させるベータエンドルフィンや PEA、フェニールエチルアミン、ドーパミンといったホルモンが盛んに分泌されているからだ。これらの物質が脳内でどのような作用を及ぼすかを以下説明しよう。 ストレスに強い人の脳内麻薬効果。まず、ビゴラス状態の脳で豊富に分泌されているベータエンドルフィンや PEA、フェニールエチルアミンについてお話ししよう。これらは脳内モルヒネや脳内麻薬とも呼ばれるホルモンで、マリファナや覚醒剤に似た作用を持っている。そして、その名の通り、 人間がストレスを感じた時に、この物質が分泌されるおかげで、脳はストレスに対する痛みを和らげ、快感や陶水を引き起こしたり、想像力や思考力を高めたりすると考えられている。世の中で活躍する人間は、共通して、ストレスに強いという特徴があるが、彼らの脳内には、これらの快感物質が盛んに分泌されているために、 どんなに頑張っても疲労が蓄積しなくなっているというわけだ。一方、この特殊ホルモンが分泌されていない普通の状態の脳は、がむしゃらに頑張ることに対して非常に強いストレスを感じる。このストレスは生態にとって危険なものだ。例えば、ネズミにストレスを与え続ける実験をすると、ネズミの体内ではホルモンを分泌する副腎が肥大し、 免疫機能を維持している胸腺やリンパ節が萎縮して胃には海洋や出血が見られるようになる。もちろん人間の場合も同様のことが起こるためストレスを感じると血圧や血糖値が上昇するし免疫力も低下する。さらに悪くすると胃海洋になって医者にもかからなければならない。ところが大成功者の名に値する人たちは どんなにハードな困難に遭遇しても、ベータエンドルフィンなどの快楽物質の作用で、練習や仕事のストレスが全く苦にならず、ある意味異常な脳になっている。例えば、想像を絶する苦痛に耐えながら、危険な雪山にチャレンジする登山家や、北極の雪原やアフリカの砂漠を喜んで横断してしまう冒険家の脳も皆、 ストレスを快楽に変えてしまう脳内物質が分泌されているために喜びを感じてしまい、我々普通の脳の持ち主からすれば、よせばいいのに、と思うようなチャレンジにも果敢に挑んでしまい、見事これを成し遂げてしまうのだ。実はストレスには受動的ストレスと能動的ストレスという2種類のストレスがあり、いやいやながら受動的に体験するストレスは、 ストレスとしての弊害も大きくなる。しかし、脳内麻薬が分泌されたプラス思考で積極的に体験するストレス、つまり自己管理できる自発的ストレスの場合は、ストレスが危険なものではなくなり、集中力が極度に高まるのである。例えば、PEA、フェニールエチルアミンは、誰かを好きだと感じた瞬間に脳内で分泌され、 人に快楽をもたらす強烈な愛の麻薬であるが、せっかくの美女を目の前にして、女性と話をするのが苦手だな。どうせ自分なんか相手にされないだろうな、と思うと、これは嫌々ながら受ける受動的ストレスとなり、動機が早くなったり、手に汗をかいたり、うまく言葉が出てこなかったりして、相手からも振られてしまうのだ。しかし、閉めた。 これは運命の出会いだ、などと能動的にこのストレスを受け入れると、PEA の作用で気分がハイになり、怖いものがなくなる。したがって、臆することなく自信満々で相手にアタックして、あなたの魅力が十分に発揮されることになるのである。快楽神経脳を活性化すると、潜在能力は全開になる。 そしてもう一つ、ヴィゴラス脳で盛んに分泌されているドーパミンについて説明すると、このホルモンは人間がウキウキワクワクと楽しさや面白さを感じている時に分泌される特殊ホルモンである。つまり、美味しいものを食べたり、趣味に没頭している時、あるいは映画や本に感動している時などは、 脳内にドーパミンがどんどん分泌されて気分が高揚するのだが、これの重要な点は、このドーパミンが永天神経という神経から分泌されるために、このウキウキワクワクが様々な能力を発揮させるというところにある。というのも、永天神経はやる気や行動力、判断力や意志力、イマジネーション力や想像力など、 様々な働きをする脳内各所に張り巡らされているため、ドーパミンが分泌されると、その効果で脳全体の働きが活性化するというわけだ。第5表の通り、栄天神経は脳幹から視床下部を通って、大脳神皮質の前頭連合屋まで張り巡らされている。そして、 英天神経から分泌される脳の各所でのドーパミンの効果は次の通りである。まずは人間の性欲や食欲をコントロールしている視床下部という場所では、ドーパミンが分泌されると食欲が旺盛になり積極性も出てくる。さらに記憶を司る会話という部分や学習、記憶、言語の脳、側頭葉では、 物覚えが良くなり、学習効率が上がる。その他、やる気を起こさせる脳、即座核では、ドーパミンが意欲や行動力に大きな影響を及ぼしていると推測されている。さらに、人間だけに大きく発達した前頭葉にも、永天神経はしっかりと食い込んでおり、意思や創造性のようなクリエイティブな精神活動に良い影響が出るのだ。このように、 ウィゴラス状態の脳では、ドーパミンが盛んに分泌されているおかげで、記憶力が良くなり、感情が生き生きし、やる気が出て行動的になり、想像力も増す。よく潜在能力を引き出すという言い方をするが、これが潜在能力が100%引き出され、何をやってもうまくいく理想的な脳の状態なのである。 ウィゴラス脳の人間には好きと運がやってくる。そして非常に重要なことが脳がウィゴラス状態の超プラス思考人間には好きや運を運んでくる人間が集まってくるということである。考えてみれば学校でも職場でも自然と気の合うグループが出来上がるがそのどれもが気づけばプラス思考同士。 マイナス思考同士でなぜか集まっている。前者のグループはお互いに刺激し合い、情報を交換し、知恵やアイデアを出し合いながら切磋琢磨している。ところが、後者のグループは他人の悪口を言い合い、愚痴をこぼしながら、もっぱら嘘を晴らすために集まる。というのも、月を運んできてくれるようなついてる人間は、 すべてビゴラス状態のプラス思考だから、体質的にマイナス思考の人間が嫌いなのである。そして、彼らは必ずと言っていいほど、プラス思考の人間、向上心のある人間、素直な人間が好きだ。ホンダの本田総一郎氏と藤沢武雄氏、あるいは総一郎氏とソニーの伊深勝氏の交流など、 これらは日本を代表する強烈なプラス思考同士の友情と言ってよい。ついてる人間が惹かれるのは相手の熱意である。私が出会った有能な企業のトップも相手の年齢や地位ではなく、その熱意に惹かれることが共通している。では、その熱意は何かというと、メンタルビゴラス脳が発するエネルギーのことなのである。つまり、 ビゴラス脳になると、自らの潜在能力が100%発揮されるとともに、ビゴラス状態であるがゆえの、考え方や熱意、人間的魅力に引き寄せられて、自分を助けてくれる月人間が寄ってくるようになるのである。返答格があなたの運を左右する。さて、それでは、 この最高に月のあるビゴラス脳を作るにはどうすればよいか言い換えると、脳を活性化させるドーパミンやベータエンドルフィンなどの特殊ホルモンは、どのようにすれば分泌されるのかそれを説明するために、もう少し脳の構造の話を続けよう。先ほど少し触れたように、ドーパミンやベータエンドルフィンなどの脳内ホルモンは、脳の奥,の奥の奥にある。 脳幹という部分から出てくる。奥の奥とは文字通り、三層に重なり合っている一番仮想の脳のことである。人間の脳は第七表の通り、大まかに三層構造になっており、下から順に、脳幹、大脳変縁系、大脳神皮質と、 三階建ての一軒家のように積み重なってできている。この一層目の脳、脳幹は、呼吸や血液循環、体温調節、反射機能など、生きていく上で最も基本となる生命活動を維持していて、別名、生命の脳と呼ばれている。次に、二層目の大脳辺縁系であるが、この脳は、 本能や欲望、感情を担当しており、別名、感情の脳と呼ばれている。そして、生命の脳と感情の脳は、我々の意志では自由にならない無意識の領域で、私はこの二つを合わせて、IRA、本能反射領域と呼んでいる。ちなみにこの IRA という名称は、 私の造語なので、辞書を引いても載っていない。IRA というと、アイルランド独立闘争で有名な武装集団、IRA、アイルランド共和軍、アイリッシュリパブリカンアーミーを思い浮かべる方もいるかもしれないが、それとは全く関係がない。これは、本能反射領域、イコール、 インスティンクとリフレックスエリアの頭文字を取って名付けたものである。ところで、この二つの脳は常に一体になって活動している。例えば、恐怖を感じると自然と呼吸が早まり、血圧が上昇する。逆に、安心しリラックスすると呼吸が穏やかになり、血圧も低下するという具合である。そして、 この二つの脳を結びつけているのが、大脳変縁系に存在するアーモンド型をした小さな神経組織、変頭核である。実は、この小さな神経組織こそが、脳をビゴラス状態にするスイッチなのだ。この変頭核の働きは、楽しい、嬉しい、嫌い、辛い、などの感情の発信源である。 はじめに何かの刺激があると、まず返答核が快、快不快による評価を行う。すると、次にそれに基づいて、喜び、怒り、悲しみ、楽しさ、驚き、憎しみ、愛などの具体的感情が作られる。ただし、作られると言っても、喜びや悲しみに実体があるわけではなく、 実際にはアドレナリンやドーパミン、エンドルフィンなどの神経伝達物質が放出され、その神経伝達物質に応じた変化が心や体に引き起こされるというわけだ。そして、例えば、返答格が自分にとって不利なもの、安全や快適さを危うくするものに対して不快と判断した場合はどうなるかというと、 その判断がホルモン分泌の元栓である脳幹に直ちに伝わり嫌だとか辛いというマイナスの感情を作り出すホルモンが脳内にあるいは全身にどんどん溢れ出てきて体にストレスを引き起こすのだ。例えば手が震え顔が青ざめたりするあるいは心臓がドキドキし息苦しくなったりもする。 ひどい場合は心配で心配で眠れなくなり、いても立ってもいられなくなったりもする。一方、その人の返答核がある刺激に対してそれを解と判断すると、ドーパミンやベータエンドルフィンが分泌されて、嬉しい、楽しい、好きなどのプラス感情が生まれる。そして脳が活性化されて能力が発揮されるのである。 ということは、つまり、ビゴラス脳になるドーパミンを分泌するには、IRA、本能反射領域にある変動核を解にすればいいというわけだ。しかし、ここで問題なのは、先ほども言ったように、この IRA、本能反射領域は、私たちの意志ではコントロールできない、無意識の領域であるということだ。だから、 いくらあなたが、扁頭核を解にするぞ、と念じても、ドーパミンを分泌せよ、と考えても、残念ながら脳には何の反応も起こらない。とすれば、どのような方法があるか。意図的にこの扁頭核を解にして、ドーパミンやベータエンドルフィンを分泌させるには、一番上層にある大脳新皮質の右半分の脳。 右脳のイメージ力を使うのだ。能力差とはイメージ力の差である。ところで、右脳とは脳のどの部分でどんな働きを担っているかあなたはご存知であろうか。現在の能力開発は空前の右脳ブームであるからすでにご存知の方も多いと思われるが、 右脳とは、大脳神秘質の真ん中を縦に走る、大脳従列という深い溝で仕切られている二つの脳の右側半分であり、左側半分は、左脳と呼ばれている。ちなみに大脳神秘質は、魚類や爬虫類にはほとんど見られない脳で、しかも、哺乳類の中でも、人間だけが極端に発達している脳だ。しかし、 ゴリラやチンパンジーの3倍もあるこの脳のおかげで人間は言語を用いて考えたり話したりといった高等な能力を得たのであるそのためこの脳は知の脳とも呼ばれているそして第8章の通り大脳神秘質を構成する左右の脳にはそれぞれ特徴があり左脳は論理や計算 分析的思考などに大きな力を発揮する理屈の脳。右脳は直感や上感、全体的な把握、イメージなどを感じることを得意とするイメージの脳と言われている。ちなみに、この右脳と左脳はそれぞれ独立して働いているわけではなく、二つの脳をつなぐ脳梁という神経組織の束を介して、 情報交換をしながら思考しているのである。そして、右脳はその性質上、左脳よりも一層強く大脳新皮質の土台である IRA、本能反射領域とつながっており、脳をビゴラス状態にする大きな役割を果たしているのだ。脳は目標自動達成装置だ。 通常、物事がうまくいくと、脳には肯定的なプラス感情が生まれる。前章のマズローの人間の五段階欲求説にも出てきたように、人間の自我欲求である承認、あるいは仕事そのものが好きとか、その他にも責任や使命感、愛、自己実現の欲求などが満たされるような体験。例えば、 大きなビジネスに成功したとか、それによって誰かに褒められたり感謝されたりすると、返答核は回になり、脳にはドーパミンやベータエンドルフィンが豊富に分泌される。しかし、本当に体験しなくても、右脳でその体験を思い出すだけで、脳はそれを達成した時と同じビゴラス状態になることができるのである。というのは、脳にはあまりに鮮明なイメージを、 現実の経験でなくても実体験と同じように錯覚してしまう特性があるのだ。身近な例で言えば梅干しをイメージしてみるといい。梅干しを食べたことのある人ならば思い浮かべただけで梅干しを食べた時と同じように口の中が酸っぱくなり唾液が溢れては来ないだろうか。これは条件反射といって梅干しを見ると味などの記憶データが蘇り、 実際に食べてもいない梅干しの酸っぱさに対して唾液を分泌せよという指令が脳から勝手に出るために起こる。このように人間の脳は現実とイメージを区別できずしばしば混同する。この特性を上手に利用してまだ達成していない目標をすでにもうできちゃったところまでイメージできれば IRA 本能反射領域は 達成の喜びを感じ、勝手にビゴラス状態になってしまうのである。そして、右脳が、もうできちゃった状態をイメージしているとき、左脳が担当する思考の方も、必ずできると確信している。というのも、もうできちゃった状態が脳にありありと描かれているということは、そのイメージを実現させるためには、何が必要であるか、自分が今、 何をしなければいけないかが自然とわかってくるからだ。つまり、これは将来から今を振り返っているのと同じことであり。ということは、現在の自分に何が欠けているか、何が必要であるかが歴然と見えてくるということである。これは不思議なことでも何でもない。皆さんも過去の自分を振り返ると、昔の自分に欠けていたものが何であるか。 あの時何が必要だったかがよくわかるはずだ。ほとんどの人はそれをだから自分はダメなんだというマイナス思考で振り返るのだが、将来の自分から現在を見た時はあ,あしようこうしたいといういわば反省を先取りしたプラス思考で行うことができる。また成功の地点から見れば今目の前にある失敗や苦しさ、努力も 単なるプロセスに過ぎなくなる。よって、間違いなく成功するために必要なステップと分かっていれば、不安や焦り、迷い、ためらいのような否定的な感情が起こらず、むしろ喜んで前進できるのだ。従って、このイメージ力の前では、こんなことをして何になるんだ、とか、失敗したら努力が無駄になる、というマイナス思考も自然と消えていく。 むしろ、ガンガンやってやろう、という積極的なチャレンジ精神が、むくむくと湧き出てくるのである。こうなると、思考も、イメージも、感情も、すべてがプラスになった、成功者のメンタルビゴラス脳が完成するというわけだ。従来の成功法ではなぜ成功できないか。要するに、 思考もイメージも感情までもがプラスになったメンタルビゴラス脳ができる流れとは、目標を立てたら、その達成イメージを繰り返し繰り返し鮮明にイメージする。すると、返答格が解になり、喜びの感情が発生する。そして、それが脳幹に伝わり、脳内を活性化するホルモンが分泌されるというわけだ。しかし、 こんな簡単なことが多くの人にはできない。私は仕事柄多くの企業にお邪魔する機会があるが、この最高の脳の状態で仕事をしている人間は、どんなに甘く見積もっても、集団の構成比でせいぜい5%がいいところだ。それどころか、何十人、何百人という従業員のトップに立って組織を引っ張っていく経営者でも、脳をうまく使って仕事をしている人は、 驚くほど少ない。大きな夢を描いて、最初は、よーし、やってやるぞ、と、意欲に燃えている社長さんでも、何年か経つ間に、もう無理だな、とか、やっぱり俺はこの程度だ、というマイナス思考に変化している。言うまでもなく、ビジネスには、好不調の波が必ずある。すべてがトントン拍子に行く好調な時期には、 何もしなくても成功するようになっている。右肩上がりのバブル期や高度経済成長期の日本がそうであった。しかし問題は不調の波が襲ってきた時である。人間の進化は不遇の時、思い通りにいかない時、あるいはスランプの時に問われるものだ。プラス思考、プラスイメージが大切なことは誰でも知っている。だから不況で苦しいけれど、 これをチャンスと考えて増収増益を目指そうと考え、一生懸命に達成イメージを思い描く。しかし、それでエネルギーが出てくるのは非常に稀である。翌日にはもうプラスイメージが薄れている。計画通りに売り上げが伸びなかったり、お得意さんが倒産したりすると、たちまちマイナス思考に支配され、やっぱりダメだ。うちも倒産するかもしれない。 などという気持ちが出てくるようになる。これは、どんなにプラス思考で頑張ろう、と思っても、本当にできると思えないことに対して、右脳は失敗のイメージを思い描いてしまうからだ。すると、その情報は、直ちに IRA、本能反射領域に送り込まれ、大脳変異系形には、不安や恐れなどの感情が発生する。 今度はそれがフィードバックされて、そのマイナス感情をエネルギーとして、大脳新皮質がいかに危険を回避できるか、と動き始めてしまうのである。あるいは成功状態をイメージしながらも、なかなかやる気が湧いてこない人もいる。自分はいつも成功イメージを持っているけれども、どうして実現しないのか、という人が必ずいるが、 そういう人たちにいつも申し上げているのは、イメージと空想は違うということだ。これまでも、イメージの大切さはいろいろな成功哲学や能力開発で解かれてきている。しかし、それで成功できた人は非常に少ない。なぜかというと、そこで解かれている理論のほとんどが、いかにプラスの空想をするかという息を出ていないからである。つまり、 プラス思考やプラスイメージが大事であることは分かっていても、それを真のパワーに変える、プラス感情を作るノウハウが欠けていたのだ。だから、成功を空想するだけで終わっていたのである。つまり、本当のプラス思考にならない限り、脳をうまく騙すことができないので、ビゴラス脳は作れないし、あるいは一時的にうまくいったとしても、 最強のビゴラス状態を長くは持続できないのである。凡人は優秀すぎて成功できない。それでは、プラスイメージを阻害し、マイナス思考を発生させてしまう原因とは一体何かこれは、悔しさや周知、屈辱や挫折感などの苦い感情を伴った過去の失敗経験に他ならない。 子供を例に考えてみれば、それがよくわかるだろう。子供は非常識で、ウキウキワクワクした脳を持っている。彼らはまだろくにバットも触れないくせに、一郎のようなプロ野球選手になると本気で信じている。そして、それを当たり前と思い、慣れるものと信じている。しかし、それを笑ったり、本気で取り合わない大人が、 天才の脳を凡人の脳に改造してしまうのだ。そう。子供の頃は誰もが天才であった。そしてその理由は失敗経験がないからだ。生きてきた時間が極端に短く、親に保護されているから失敗の記憶データが蓄積していない。だから彼らにとっては、なりたいものがなれるものであり、したいことがそのままできることである。 怖いもの知らずとも言えるし、天才的なプラス思考ということもできる。ところが、小学校に入る頃から、ダメだった、できなかった、というデータが少しずつ増えてくる。すると、過去の失敗や挫折の記憶データをもとに、佐野が合理的な判断を下すようになり、前章で紹介したような、大成功者が思い描いた大きな夢などは、 全くもって非常識な古代妄想でしかなくなる。なぜなら今日までの人生を振り返れば人間はできたデータの何十倍も何百倍もダメだった、できなかったデータを持っているのが普通だからである。その結果なりたいものはなれないものになりしたいことはできないことであるという常識的な脳が 無事完成されていく。よって95%の凡人はこうしてできないという錯覚の中でその後の人生を生きることになるのだ。こうなると人はなかなか自発的に自分で作り上げた可能性の枠組みを突き破るような人生の夢や目標を持とうとしなくなる。だから年賞十億円の社長なら年賞五十億。 100億の会社の未来は思い描けても、1000億、1兆円の会社の未来はどうしてもイメージできなくなるのだ。あるいは最初は高い目標をイメージできても、いくつかの失敗を重ねると、いつしか自分にはできない、また失敗するかもしれない、と諦めてしまうようになるのである。人の思考を強力に支配する。 潜在意識の恐ろしさ。ところで、プラス思考になろうとしても、ふっと過去の記憶が蘇り、マイナス思考が出てくる理由であるが、これは脳細胞の結晶型という働きのせいである。そもそも大脳を構成する140億から160億個の膨大な脳細胞は、大きく分けて2つの働き方をしている。 一つは流動型。そしてもう一つがこの結晶型である。流動型というのは物事をゆっくりじっくり考えるときに活動する脳細胞の働き方である。例えば数学の問題を解くような論理的な思考には流動型が使われている。また相手の出方をじっくり先読みする将棋などをするときにも脳は流動型になっている。 一方、論理的というより直感的に物事を判断しているときには結晶型が使われている。目の前にあるものを見て、それがペットボトルだとか本だとか木だとか理解できるのは過去に飲んだり読んだり触ったりした記憶データをもとに、例えば本であれば本の形や大きさ、カバーの色などを材料にして、 目の前にある本がどんな本であるかを結晶型が瞬時に判断しているせいなのである。例えば、遅く帰った時など、妻の顔を見ると私はドキッとする。しまった。今日は遅くなると電話しておけばよかった。といつも後悔するのだが、それは妻の顔を一目見ただけで彼女の不機嫌さがわかるからだ。それがなぜ一目でわかるかというと、私の脳には 妻が怒った時の表情。例えば、目や口元、頬の様子がインプットされているからである。従って、妻の顔を視覚で捉えたその瞬間に、私の脳は無意識のうちに、結晶型が過去の記憶データを集めて、機嫌が悪いぞ、気をつけろ、と判断しているのだ。このように、先ほどの梅干しを見ると唾液が出るという条件反射と同様、 私たちの脳は物事を意識的に考えるだけでなく無意識の領域で過去の記憶データを脳が勝手に検索・照合し判断を下したりもしているそして結晶型の判断に使われる過去の記憶データが脳のどこに貯蓄されているかというとそれは IRA 本能反射領域である IRA 本能反射領域に 努力やチャレンジが楽しい、嬉しい、得意など、良い感情を伴った成功体験として保存されている人間は、新しいチャレンジに対し、結晶型が楽しい、嬉しい、得意といった判断を下すし、失敗したデータばかりが貯蓄されれば、嫌だ、辛い、また失敗するかもしれない、と判断が下される。 例えば、勉強して良い成績を取った子供の脳には、勉強は楽しい、好き、得意という感情を伴ったデータとして IRA に保存され、反対に0点ばかり取っていた子供の脳には、勉強イコール、嫌だ、つまらない、難しいという感情記憶データとして蓄積されている。すると、勉強ができる子は、勉強、 と聞いただけで、楽しい、得意、というプラスの感情。次のテストで満点を取るプラスのイメージが自然と出てきて、そのウキウキワクワクが脳幹に伝わり、脳を活性化させるホルモンが分泌されて、能力が発揮される。一方、本来の能力を発揮できない子供も,も、同様の流れで結晶型の判断がマイナス感情を発生させ、 これが勉強嫌いの子を作るというわけだ。そして非常に重要なのは、この結晶型が意識上の流動型よりも、はるかに強力に我々の思考を支配しているということなのである。あなたの行動の99%は潜在意識に支配されている。実は結晶型の無意識領域。 つまり潜在意識の働きは人間の脳の95から99%を占めており、思考や意志のような流動型の意識の働きはたったの1から5%と言われているのだ。だから試験勉強をしている時によくもうこれ以上は記憶できないとか頭がパンクしそうだなどと思うことがあるが、そんな時でも 実は脳の1%しか使っていないのだ。ちなみにこの結晶型の働きは年齢とはあまり関係がない。流動型が20歳を過ぎると確実に衰えるのに対し、結晶型の働きは70歳になっても発達すると言われている。正解、財界には高齢のリーダーが少なくないが、彼らが高齢でも活躍できるのは、 今までの経験や体験が脳にインプットされていて、新しい問題が起こると、結晶型が過去の豊かなデータを集めて判断するからだ。そして、人間はこの無意識の結晶型の働きを、1日におよそ7万回も使っている。皆様も多分に心当たりがあると思うが、街を歩いていて異性を見ると、あ、好みのタイプだ、とか、 好みのタイプではないとか意識していないのに記憶データを拾い集めていつの間にか判断してしまっていることがあるだろう。こういう働きを脳は無意識のうちに絶えず行っているのだ。一方、目標を立てたり戦略戦術を練ったりする意識的な流動型の働きは一日のうちでもごく限られており、無意識の結晶型こそが 圧倒的に人の思考を支配しているのだ。それが誰の脳でも1日に7万回使われている結晶型の記憶ネットワークなのである。裸の王様という言葉があるように他人のことはよくわかるのに自分のことにはなかなか気づけないことが人にはよくある。これは市販のコンピューターなどよりもはるかに優秀な機能を持つ脳の結晶型の働きが 意識上で考える前に、ものすごいスピードで記憶データを集めて判断してしまうからだ。だから、もしも人間の脳の機能がもう少し悪ければ、記憶データを検索するスピードが遅くなり、自分についてもう少し正確な判断ができる。しかし、何しろ人間の脳は200億円以上のスーパーコンピューターであるから、意識する前に、 過去の様々な記憶データを瞬時に集めて判断してしまうのだ。ところで、阪神大震災の後、道路を走るトラックやバスのちょっとした振動から、大震災の光景がフラッシュバックしてパニックに陥る、PTSD、ポストトラウマティックストレスディスオーダー、心的外傷後ストレス障害、という心の病気が大きな問題となったことがあった。 今もその病気に悩まされ続けている人が少なくないが、これも結晶型の働きによるものである。彼らの場合は大震災の体験から地面の揺れが極めて大きな恐怖を伴う情報として IRA、本能反射領域にインプットされてしまったのだ。だから前の道をトラックが通っただけだ。危険は何もない。と、 頭では分かっていても、その理屈が自分自身に通じない。反射的に、IRA、本能反射領域が反応し、自身の恐怖、マイナス感情が蘇ったり、大震災の光景というイメージを右脳に作り出してしまうのだ。すると、直ちに脳幹がストレス反応を引き起こし、汗が吹き出たり、 心臓がドキドキしたりするパニック症状が現れてしまう。そして、こんなことを言うと精神科医からクレームがつくかもしれないが、実はプラス思考になれない95%の凡人も、あるいはビゴラス状態の成功者も皆、この PTSD にかかっていると言えるのだ。すべての人間は脳障害者である。さて。 ここで一旦、IRA、本能反射領域とは何かをもう一度整理しておこう。IRA というのは、一番外側の脳、大脳神皮質の下にある原始的な脳であり、1、生命維持やストレス反応、自律神経、ホルモン分泌をコントロールしている一層目の脳、脳幹と、 本能や感情が生まれ、潜在的な記憶が蓄えられている二層目の脳、大脳変異系形という二つを合わせた無意識領域を指している。そして、この領域の重要な特徴を挙げると、IRA は無意識の領域だから、潜在的な意志の力では自由にならない。大脳新皮質の理屈の論理が通用しない。 過去の記憶データが蓄えられている。IRA がインプットする情報は、返答核で、解、不解に判断され、解はリラックスとプラス感情の記憶となり、不解はストレスとマイナス感情の記憶となる。IRA がアウトプットする情報には、必ず感情が伴っている。 そうした IRA の記憶データに基づいて、大脳新皮質は物事を判断する。IRA はイメージの脳、右脳と強く結びついており、マイナス感情が IRA に発生すると、右脳にマイナスイメージが生まれ、左脳でのプラス思考も不可能になる。反対にプラス感情が発生すると、 楽々プラス思考になれる、などがある。そして、こういう IRA の特徴を見れば、人が皆 PTSD になっているという私の理論にもご納得いただけると思う。例えば、これまでにない新しい商品を開発しても、一度としてヒットしたことのない会社の経営者は、商品は売れないものだ、という PTSD にかかっているのだ。こういう方は、 売れなかった不快がトラウマになり、せっかく開発した新商品に対して、売れるというプラス感情を持てないのだ。だから、彼の右脳には、返品の山や在庫の山のマイナスイメージばかりが湧いてくる。そのため、左能はリスク回避の発想となり、強気の販売戦略が展開できなくなり、営業費や宣伝費を削る。その結果、 本当に売れない商品になって、うちの商品は売れないという思いがめでたく実現してしまうのである。ただし、この商品とは売れないものという PTSD にかかっているのは、決してごく一部の限られた人間などではない。商品とは売れないもの、無意識にそう思っている経営者や営業マンは世の中にたくさんいる。そして、 売れないと思っているものを何とか売ろうとしているから、彼らにとって売ろうとする努力は辛いものにならざるを得ないのだ。逆に、ヒット商品で大儲けしたことのある会社の経営者、すなわち、良い PTSD にかかっている経営者は、売れたという会のトラウマがあり、商品を売ることに対するプラス感情、プラスイメージを持っている。だから、 どうせ売れないと思っている会社の経営者より本気で売ろうと努力するので、たとえ同じ商品でも売れない会社の商品より間違いなく売れる。あるいは開発スタッフにしても、売れなかったら困るというプレッシャーではなく、もっと売れる商品を作ろうというモチベーションで仕事をするから、プレッシャーから来るストレス状態で仕事をするよりも、当然、商品自体も ずっと良いものが完成する可能性が高くなるのだ。こんな風に組織も人もみんな PTSD、心的外傷後ストレス障害にかかっている。ただし、IRA、本能反射領域に良い外傷を持っている組織や人は夢や願望を実現できる良い PTSD になり、 悪い外傷をいっぱい蓄えている組織や人は、夢や願望とは逆のことを知らず知らず実現してしまう悪い PTSD になる。したがって、こういう IRA、本能反射領域の存在を知らずに、意識上の大脳神秘質だけでいくら成功しようと思っても、そうは問屋が下ろさないのである。つまり、 どんなにプラス思考になろうと大脳新皮質で思っても、IRA、本能反射領域に蓄積された感情記憶のデータがマイナスに条件付けられている限り、ビゴラス脳にはならないということだ。それでは、この悪い PTSD にかかっている人は、これを治すことはできないのであろうか。いくら自分を変えたいと思っても、 人の心が過去の記憶に縛られているのならば、今までの過去を変えない限り、一生大きく成功することはできないのではないだろうか。いや、実は可能である。過去は神様でもなければ変えられないが、過去の記憶データはいくらでも変えられるのだ。それは、返答格の不快の判断を、快に塗り替えてしまえばいいのである。 とんでもなく大きな夢を叶える。リマインドイマージュリー。返答格の不快を快に塗り替えるというと、何やら非常に難しそうに感じられるだろうが、これは意図もたやすいことである。その証拠に私が自らの返答格を変えて、見事夫婦の危機を乗り越えた話を一例としてご紹介しよう。 結婚生活運1十年の今も、子供たちが羨むくらい非常にうまくいっている私たち夫婦であるが、結婚して5年目くらいの頃、ご多分に漏れず、私たちにも倦怠期というものがあった。というのも、先ほどご紹介した愛の麻薬、PEA、フェニールエチルアミンの効果は、残念ながら3年が限界と言われているからだ。 麻薬を連続使用すると次第に効果が薄れてくるように脳も PEA に慣れてくると恋愛感情を感じなくなってしまう。すると一生この人についていこうとか一生君を離さないよと本気で誓った二人の燃えるような気持ち正確には脳に変化が起こる。そういえば流行歌のタイトルに3年目の浮気 というのがあるが、あれは大脳生理学的にかなり的をいたタイトルと言えよう。もしこの PEA の作用がずっと続いていれば、世の中には離婚も浮気も存在しないはずだ。同様に、大リーガーになりたい、と本気で思える子供の脳を持続できれば、いつまでもウキウキワクワクしながら夢に向かって努力し続けられるから、 いつか必ずその夢は叶うことになる。つまり、私たちが初心を持ち続けることができたら、間違いなく、誰でも大成功者になっているということだ。新入社員の初心、新入生の初心、スポーツや音楽、語学を習い始めた時の初心、それらをずっと持ち続けていたら、今の自分はどうなっていただろうと想像してみていただきたい。 一流と呼ばれる人たちは、それを忘れなかった人間である。つまり、脳を活性化し、潜在能力を引き出す、初心のウキウキワクワク状態を継続すれば、誰でもその分野の一流になれるのだ。そう。優秀な人間と、そうでない人の違いは、頭の出来ではない。ただ、ウキウキワクワクしながら仕事をしているかどうか。 それだけの違いなのである。ところが、恋愛感情が3年しか持たないように、初心も長く続かない。気がつくと95%の人間は、私のように脳が変わってしまう。愛の麻薬である PEA の作用に脳が慣れてしまうと、恋心も冷めていく。そして、そんな時に、 夫婦喧嘩の記憶がインプットされるようになると、今度は妻の顔を見ただけでマイナス感情が湧いてくるようになるのだ。つまり、返答格が嫌だ、不快と判断し始め、相手の言葉の一つ一つ、さらには何気ない日常の振る舞いまでも悪玉ストレスの種となってしまう。ちなみにそういう悪玉ストレスが溜まって、 爆発するのが離婚であり。もう一度 PEA の興奮を味わいたいと思うと、人は浮気に走るのである。しかし、家でストレスを溜めていては仕事もうまくいかない。そこで私は自分の返答格を変えて、プラス感情で妻を見られるようにしたのだ。まず、PEA、フェニールエチルアミンが溢れて、 愛のためなら死ねるといった激しい情熱を持ったうまくいっていた頃の二人を思い出した。これはリマインドイマージュリーというメンタルトレーニングの応用である。次に未来の幸せな家庭をイメージし絶えず思い描くようにした。つまり、右脳を使って目標をイメージしたのである。さらに妻に対する感謝。 責任、使命を思い出し、これからの人生において二人でどんな価値を創造していけるかを考えた。すると、恋愛時代のような激しい情熱は湧いてこないが、しかし、人生を共にする上で最も大切な温かな愛情や愛着が生まれて、返答核が再び会になったのである。返答核は、 こんな手法で簡単に変わってしまうものなのだ。だから、奥さんやご主人とうまくいかない。返答格からマイナス感情ばかり出てくる。という人がいたら、この手法を試してみてほしい。ちなみに、幸せな夫婦関係、楽しい家庭を築いている人は、このような手法を無意識のうちに必ず実践しているのだ。そして、 これは大きな成功をつかむ人も同様である。世の中にいるたった5%の人間だけはとんでもない夢を持ち続けてしまうし、自分の可能性を信じ続けてしまう。一体どんな間違いからそういう非常識な脳ができてしまうのか。考えられる原因は二つしかない。一つは IRA、本能反射領域にダメだった。 できなかったという記憶データが全くインプットされていないこと。つまり、これまでの人生でやることなすことすべてできてしまった人。しかしそんなことはいかなる天才でもありえない。となると、二つ目の方である。ダメだった。できなかった。が、どんなにたくさん入力されても、返答格が平気で解になってしまう得意体質であるということだ。 この得意体質のことをメンタルタフネスと呼ぶ。私が言う能力開発とは、右脳のイメージ力を使って、この天才の得意体質を作ることである。つまり、どんな困難をもくと感じず、成功を確信しながら、ウキウキワクワクし続けられる脳を作るのだ。ただし、何度も言うように、普通のイメージトレーニングでは、 右脳のイメージは強力な結晶型の否定的データに負けてしまう。よって本書ではナンバーワン経営能力開発プログラムという返答閣が喜ぶ情報を IRA、本能反射領域に送り込み思考だけでなく感情もイメージもすべてがプラスになるように潜在意識を徹底的に肯定的にしてしまう特殊プログラムを提示し これを皆さんに実践していただく。さあ、それではいよいよ具体的に、返答格が喜ぶ情報を脳に送り込むプログラムを始めよう。<music> Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough.